これもパー。これもまっすぐ。これ。これもファール。10球目。打ち返した。センターへ抜けていく。この回の先頭バッター、代打角中、粘って粘ってヒットで出ました。ノーアウトランナー一塁。見事ですよね。見事です。うん、これぞ角中といえばできそうですね。ボテボテの当たり投げられません。内野安打。荻野が内野安打でつなぎました。でも何でもいいですからね、はい、もうここ内容でないですからね、はい、これはちょっとまだまだわからないという雰囲気になりつつあります。点差は3点あります。ダブルプレーさえなければポランコまでね、はい。右中間伸びていく。どうなんだ。入った。同点スリーランホームラン。藤岡雄大が打ちました。なんとなんと、なんというゲームだ。千葉ロッテマリーンズ追いつきました。延長10回裏、なんというゲームでしょうか。藤岡雄大同点スリーランホームラン。います。藤岡はレギュラーシーズンホームラン1本、ホームランバッターでは決してありません。しかも3点差からね。このまま行く可能性ありますね、このイニングね。なんとなんと、藤岡の同点スリーランホームラン。いや、これは打たれたつもり、ちょっと精神的にダメージを受けているようです。まあ、これでいうとね、先ほどホークスは柳町のツーベースでしたけど、はい、あの角中の粘りのね、代打からまた流れがね、はい、一気に傾きながら、石岡素晴らしいですね。